第1回ショータイムカップ、皆さんこんにちは、ショータイムゴルフです。今回このショータイムカップにスポンサーしてくれた方は岐阜県岐阜市にある金園町接骨院にこの大会のスポンサーをしていただきました。550ヤード、ちょっと狭いね。左が OB、 おお、すげえ、いい球。よっしょ、よっしょ、素晴らしい。打ちずれー、このコース、さすが1位の球ですね。クラブ助けられた。卒業したから、あの赤いヘッド、あー、おじいちゃんヘッド。おじいちゃんヘッド言うの、私くんで日本語使ってたからね。おじいちゃんヘッド、いやー、ナイスショー。人間通りだね。フェアウェイ真ん中、右サイド。あれ、当たり球強いよね。調整は、もうさっきのボギーを取り返したいところですね。ツーオンできると思うんで、チャンスです。いやー、3人ともすげえね。すごい、ナイス。タイガーの20万ぐらいする。あれいいね、かっこいいや。マスターズ買ったからみんな買うでしょ。買うっすね。もっと値段高くてもみんな買うの。やば、このフェアウェイ3人とも行く。すげえな、鬼狭。これ距離変わんないでしょ。これもしかここに来る。確かに結構会心だったんだけど、結構ショックだね。すごいショックだね。俺も飛ぶようになったやつ。でもこの中でもテルキが多分一番飛んでる。ティーショットは3人ともど真ん中ですね。フェアウェイど真ん中なんですけど、ね、ピンがですねこっちにあります、3人のとこからはグリーンは全く見えません。大体230ヤードの打ち上げですね。実質240ヤードぐらいからとなります。2打目引っ掛けた？あ、グリーン手前ですね。いいとこです。ナイス！ちょうど花道ぐらいじゃないですか。ナイス！サジプロのセカンド。
セルキのうまかったな。このバンカーの右ですね、これですね。小生のセカンドショット、ナイス。すごいですね、素晴らしいですね。今イージーバーディーですね。イーグルもあります。これはちょっと回ってるよ。なんですか別に何もないけど。あ、一個右手前にある。あ、俺のあれか。ってことは俺のテレビって危ないって。いや、俺の危ないね。あ、これここ駆け上がってたんですよ。ここ駆け上がってたんですよ。これを、これも狙い通りですから。これうわこっち来たら大きい。こんななってるって思わなかった。知らなかったから受けたよ。翔さんどこ行った？もうちょっと、これ多分右手前。あ、いいっすよ。前行っていい？あ、いいっすか。うん、俺バンカー。バンカー、バンカー手前にあるわ。翔さんのもエッジぐらいの。いやこれはもうゾゾ苦しいね。これ苦しむよ、海外の選手は。マスターズの8番的な感じだよね。マスターズプロのサードショット約、ね、50ヤード、5、60ヤードからミスター、ミスター逆だ、ミスター。いやー、そっからの状況だったらまずまずですね。勝者の3打目うん、ナイス。あ、テルキだ、今の間違えた。勝者の3打目いやー、ちょっと強かったね。難しいラインが残っちゃいましたね。浅地洋介プロのバーディートライ4メートルぐらい上りフック。いやちょっと調子出てないですね、まだ。取りこぼしちゃいましたね、このパー5で。調整調整のあ、バーディーパット上りのスライス2メートルぐらいかなり切れます。うわ、うまい、ナイスバーディー。読み切ったね、今のは。結構難しいラインだったんですが読み切りましたね、今。これはさっきのと比べるとイージーですね。そう、イージー。カップ外さないぐらいですよね。ナイスバーディー。珍しいな、なんか。あ、オッケー。
今日プロじゃない、なんか今日プロじゃない、今日ね、満面じゃないですか、やっぱあ、そういうことさ閉まってるね、これ今朝見てきた動画、ダボとかトリとかばっかだったいつもそうなんですけどね、腰がやるやつまあ後半取れなかはないから、ないからいいよね、カズヤさんのミスショット連発だけだ、僕もバーディー取ってないし、ナイスイーグルがね、あ、そうです、残ってたから大丈夫だ、大丈夫です、前半ノーボギーだからブラインドボールです、前川ことの距離を確認、竹内プロが1アンダー、調整がイーブン、サジプロが1オーバー、ダメだって、小さくなっちゃう、ヘッドが、だって毛生えてるのすげえ気になるんですけどカーボン繊維だよ、それなんで、あー、それじゃない、ヘッドが小さくなるよ、すげえ気になる、これ現在1位、竹内プロ、これらしからぬプレーしてますね、今日は、多分マッツの木の右側がいいと思うんですよね、完璧なとこ行った、あれでいいよね、あの、うん、左だって抜けちゃうでしょ、あの大きい木より左行ったらまずいんじゃない、うん、調整、いやー、素晴らしいね、絶好調やん、何が調子悪いだよ、最高だね、あざす、からフェードヒッターになったの、ね、わかんないっす、知らないうちに高校生からフェードあって、コメント欄でもすごい好評だもん、ね、お前あの試合行ったら羨ましい、めっちゃスイングファンなんですよみたいなことを研修生の人もそう同じステージってなるんで、完璧ですね、狙い通りの球ですね、装飾品だよ、まあ別に害は加えないからいいんだ間違いない、何もしないで、まあ7番で162ヤード7番、
いや、いいドローだ。ちょっと弱い。風に負けましたね。まだ弱い。あ、お願いします。上げてますね。上げてます。7番ですか。162ヤード7番やんで。曲がりきってないかな。ちょっと曲がりきらなかったし。9で150ヤード9。左？狭い。狭いか。いいか。綺麗だな。調整の3打目。60度で。ナイス。竹内プロのバーディーパット。まだ10メートル以上ありますね。上りのスライスから距離感は合わせやすいと思いますけど。ちょっとだいぶショートしましたね。スタジプロのバーディーパット。パス。竹内プロのパーパット。2メートルの上りのスライスですね。ちょっと多分カップ外さないと入んないと思います。んー、ナイス。耐えるね。パーでガッツポーズ。調整のパーパット。もうあんまり切れない80センチのまっすぐのパーパーですね。ナイス。ナイスパー。ありがとうございます。スコアは前のホールと変わってません。
37ヤードのティーから8番ピンまでは141ヤード。いいね。ナイス。ちょっと戻ったね。ナイス。ありがとうございます。はい、9番で。スティンガーショットですね。スティンガーでオンです。小生のバーディートライ、グリーンエッジから15メートルぐらいありますかね。上りのフック。2メートルぐらいの上りのパットが残りました。竹内プロのバーディーパット、8メートルぐらいの上りのスライス、結構切れますね。どこまで切れるかが読めますでしょうか。ナイスバーディー。ナイスバーディー。ああ、気合が違うね。もう下手とは言わない。8メートルぐらいの上りフック。いや弱い弱い。いや。届いてたら入りましたね今の。小生のパーパット。2メートルのカップ外すか外さないかぐらいのスライスだと思います。上りのスライスパット。あとは強気に行けば入らない、入ると思います。ナイス、ナイスセーブ。いやー、離されちゃった。テルキが2アンダー。2アンダー。ゼロゼロ、小生がゼロ、佐々木君はオーバー。いやー、やばいな、あんなのちょっとまさかの展開だね。ちょっと序盤、ちょっとまさか
想像してなかったね、これは。そんな抜け出さないでください。三打差っていうものから。それに応えていくスタイル。調子さ。仕上げてきてます。今日のための前哨戦を3試合やってきて平均スコア77回仕上がってるな。3日間でバーディー2つすごい仕上がってるじゃん。ご視聴いただきありがとうございます、そして金園町接骨院の方々、スポンサーしていただきありがとうございました、この動画がいいと思った方は高評価&チャンネル登録よろしくお願いします。うまい、ナイス、ナイスバーディーです。ショータイムではいつでもプロが集まった試合のスポンサー様を募集しておりますので、ぜひ概要欄からメールに送っていただけると嬉しいです。お願いします。